はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、助っ人整備士ふむえもんさんがね、これちょ隠れてんな隠れてんね。これふむえもんさんがね、今日お手伝いに来てくださいまして。はい、どうもこんにちは。お、そういうことな。ふむえもんさんごめん、ふむえもんさんの影が ごこうさせて眩しくてよ、ね、眩しくてふむえもんさん眩しいですか。ねえ、輝く男だいつもお世話になっております。ありがとうございます。今日ふむえもんさんさ、まあ、ガクトとさっき動画撮ってくれてね、今日はもうこれ3本撮りかな。3本撮りだね。今日3本撮りです。今日豪華ですね、3本撮りでありがとうございます。もうついに顔出しまでしてね、顔出し、せっかくだからね、もうエンドボックスやってるついでに ね顔出しちゃおうっていうことでありがとうございます、ね、これさ、この間、ふみママさんとこから譲ってもらった車もあったんだけど、まあ、それも私、まあ、新しいやつ置いていきたいなと思ってて、はい、この中でまたどんどんね、そうなんです。 N ボックスどんどん仕入れの星なんですけども、大量入荷ですね。これどう、下からちょっと見てくれた感じ。うん、あのね、下今ねオイル交換とかやってたんですけど、これもね、こう4駆だったんですよね。そう、4駆の N ボックスで、まあ今からの時期ほら4駆車の需要あるだろうなと思って ね今ちょっと点検進めてましたけど、ほらね、物類とかも、ね、そしっかり、いいね。切りとかね、そのうちないよね、こいつね。大丈夫そうな感じですね。オイルのにじみ漏れないよね、これ。いいね、優秀な車だよね、ほんと。 N ボックス、たまーに、ほんとたまーにあんだけど、でもほとんどにじみすらないのばっかだよね。すごくいいのばっかりだよ。僕もね、10年、その発売以来ずっとね、N ボックスね、点検整備してきてますけども、当然ディーラーだから、それとあのね、すごいひどいなっていうのも、ほんと見たことない。ないんだよね。オイルもね、すげえダメだこれやっていうのはね。中にはあるんでしょうけども、中にはあるんですけど、でもほとんど当たり車両ばっかりだよね。当たりだよね、当たり車両ばっかり。この N ボックスもいいね。私も今下回り初見だけど、非常にほら美しい、四駆のくせに美しい、なんだろう、いいよね。にじみも出てないじゃんこれ。まあね、これは本当初代の、もう本当の一番最初のモデルになりますから、JF1 の前期の前期ですよね。四駆だから、やっぱなんと10年4時ぐらいになってるのかな。10年は経ってると思う。四駆だから、まあ若干の錆っていうのはあるけど、錆はね、どうしてもね。四駆車はもうしょうがない。融雪性の影響だけ受けちゃうから、ただ錆でボロボロで、なんつうの、腐ってっかっていうと、まあここまでではないよね。表面だろうね。年式なりな感じの四駆車特有の錆方ですね。これだから、あれだね、東北地方だったり雪国の方だと、まあ、サビっていうのは、まあ、こんなもんだって分かってくれると思うんですけど、まあこんな感じなんですよ。四駆車の10年4時のサビってこんな感じなんですよ。でも綺麗な方じゃないかな。綺麗な方だよこれは。状態的に、まあ、サビはね若干出てるにしても綺麗な方じゃねえかなってとこですね。ダメなやつってさやばい、やばいよね。あのね、見ましたよね。もう拳入るぐらいなんだね。とんでもねえなんだよね。見ましたね。そう、あの本当フレームとんでもなく穴開いてるような。ようなのも、まあ融雪剤の影響で錆が出てとあるんですよ。これはもう全然大丈夫。全然大丈夫。そんなひどいわけない。ひどくないな。年式なりな錆だな。まあこのぐらいならいいんじゃないかな。まあ一応ね、こういうふうな、あとね、こっちのこいつはまだ上げてねえけどさ、これもカスタムのやつ。これもこの間仕入れてた車で。JF1 の、N ボックスカスタムですね。これも11万キロだか12万キロぐらい乗ってる車だったかなってとこなんだけど、まあ、これも、まだ、ね、黒ですよね、2キロ黒。やっぱカスタムだね。あ、やっぱカスタム強い、ね、カスタムだね、やっぱりね。カスタムしか勝たんね。カスタムしか勝たんだ。本当にね、やっぱカスタムはやっぱ人気車種なんで ね人気どころ、まあ、やっぱね、初代やっぱかっこいいよ、初代は。値段的にもね、最近少しずつ買いやすいところまでね、まあ安いかっていうとちょっと首かしげる金額にはなるんだけど、人気車種がそんな安いわけがないね、なんともあれなんだけど、でもだいぶ値段的には買いやすくなってきてるかなってとこだったんで、ピースでまあこういう風な、まあ通常のノーマルの N ボックスからこういうカスタムのね N ボックス、まあ初代モデルにはなるんですけども、この辺のもどんどん仕入れの方強化する予定です。ね、ぜひね、N ボックス気になる方ね、初代モデルからお試しするっていうのもね、いいかもしれないですね。いいかもしれない。本当に今うちで売ってるのだと大体50万円前後くらいので、まあ一式、まあパナンダタイヤとかバッテリーとか新品つけたりとか、あとベルトプラグ、まあいろいろね、いつも通りやって交換して出してるんですけども、大体50万60万そんな感じの乗り出しで、10万キロオーバーにはなるけどさ、でもまあ。
お手頃価格っていうとあれかもしれないけど、うん、まあだいぶ、うんね、買いやすくなってきてるかな、一時期よりはね、うん、そんな感じの車たちでございます、ね、まあ、まずじゃあとりあえずあの N-BOX ちょっと点検進めていきましょう、見ていただければと思います、うん、じゃあとりあえず今日もじゃあすいません、いつも助けてくださってありがとうございます、うん、任せてください、はい、またあの文山さんとこさ、うん、車欲しくなったら買いに行きますんでまだまだ譲ってください、あのディーラー特選中古車、ディーラー特選中古車どうぞ、うん、譲ってくださいとりあえずあの、ま、今日は文山さんにお手伝いやっていただいてました、はい、ね、いつも助けてくれて本当にありがとうございます、はい、じゃあぜひね N-BOX お探しの方いらっしゃいました、これもあと仕上がり次第1週間2週間くらいで車検通して値段出ししていきます、はい、ぜひぜひ、ご検討いただければと思います、はい、ぜひ皆さんはピースの N-BOX よろしくお願いします、よろしくお願いいたしますじゃあバイバイ、バイバイ。